な国とは、一世紀から三世紀前半にかけて、五冠諸島遺伝や、魏志和人伝、領所山戸伝、北氏和国伝に現れる和人の国である。山戸時代の名のあがたの地の中軍、むしろだ軍、五笠軍、かすや軍、現在の福岡市から、かすが市に存在したと推定する研究者が多い。弥生時代に、かつて存在した和人の国で、現在の福岡市やかすが市など、 福岡平野一帯を支配していたとされる。領域内には、中川と五笠川が流れ、弥生時代の集落や、水田跡、亀艦墓などの遺跡が各所で確認されている。また文献上に現れる最古の国家でもある。また海人族研究の第一人者である、方が年夫は、渡民族と天村族が衝突、共存した地として、吉原、中国に否定している。 和国が五冠と外交交渉を持ったのは以下の資料が示すように和土国王が五冠の後部帝に長考したのが始まりである。議論があるものの和国王推奨が長考したとする説があり、その後和国に代わって山大国が義の皇帝に使者を派遣した。五冠諸島遺伝によれば県務中元二年五冠の後部帝に和那国が使いして三つ竹帝により、 罠国が作法され、印字を与えられたという。江戸時代に農民が、賀島から金印を発見し、罠国が実在したことが証明された。地中から発掘されたにしては、金印の状態があまりに良いために、金印偽造説も出たが、書体の官邸等から、偽造説については、否定的な意見が大勢を占めている。その金印には、官位圧国王と刻まれていた。 刻まれている字は、いであり、和ではないが、いは、和の人弁を省略することがあり、この場合は、イ,イコール和である。このように変や作りを省略することを、厳筆という。禁印については、寒の威圧の国王と訓じて威圧を、意と国に充てる説や、強度と、同じく和人を蛮族として、人弁を省略し圧の意味とする説もある。中元二年春正月遠い山戸圧国王を剣士、 奉献、五感所、後部定期第一課中元二年春正月、当位の山和やつ国王が使いを使わして貢献した。県務中元二年は土国笹組次長が、詩人自称大部山和国の国難海なりみつたけ、詩寿、安定英書元年は国王推奨当県育地160人、願い受け身、五感所当位列伝、第七五県務中元二年、 罠国は蜜ぎ物を奉じて長がした。詩人は自ら大部と称した。和国の国難海である。皇武帝は陰事を賜った。また、安定の英書元年に和国王水将らが奴隷160人を献上し、朝剣を恋い願った。一方、時代がやや下って、三国史義士和人伝には三世紀前半の和国の様子が記録されている。 東南イタリアツ国百里館曰く、株と馬子マい福曰くひな森有事一万天辺、三国史義諸島岩寺に約分、東南の名国まで百里ある。そこの長官をジ馬子と言い,い、副官は、ひな森という、二万余りとがある。なお、義諸は人伝には、もう一箇所、名国が現れる。自助王国以北その都数通りか独略祭。 その与方型国縁ゼフカトクツマビラカジ、ユーシマ国寺、ユーナ国この女王教会所人、その南ユークナ国、三国史義諸島岩寺に約分、女王国より、北は、その個数、同定を簡単に記載し得たが、そのあまりの母国は遠く険しくて、詳細を得られなかった。次に、島国次に、ナ国があり、ここが女王の教会の尽きるところである。その南に、 名国がある文字通り、九州のな国とは別に、近畿大和から見て、東の伊勢付近に別のな国があったという説と、周回して、同一の九州のな国を二度記したとする説、あるいは何らかの文字が脱落したとする説がある。大邦軍からな国までの皇帝について、義手話人伝や北氏は国伝には次のように記述されている。なお、五感所では、 和国の国南海なりとあり、義芝神殿ではもう一箇所、和国が現れる。福岡市博多区の中遺跡群では3世紀頃の都市計画によって作られたとみられる国内最古の道路跡が見つかっている。福岡市博多区博多駅南五丁目にある縄文時代の終わり頃から戦国時代に至るまでの集落、墳墓などの遺跡で日本初期、戦火元年の城に記述されている。 名の積みやけに関連するものと考えられる。福岡市博多区博多駅南四丁目にある旧石器時代から室町時代に至る複合遺跡。石水や貝は貝塚とといった漁老遺構と農耕遺構が混在しており、海民族が定着したのは米作りを始めた縄文時代版期末で以後集落や亀看墓地、墳丘墓が営まれ、後期には 玉木公集落も出現した。墳急墓の亀館墓には、銅剣が服装されており、また、製銅製品やガラス製品の生産を物語る、イ型や鳥瓶などが出土した。弥生時代の集落構造や、生産のあり方を知る上で重要内積であり、亀館出土の銅剣に付着した絹は、日本国内最古の絹織物である。福岡市博多区中六丁目にある、 縄文時代版期末の二重看護集落跡。弥生時代初頭の看護集落としては後述の板き遺跡があるが、この遺跡はそれを一時期遡る。旧石器時代の黒曜石製の打製石器が出土しており、吉野ヶ里遺跡、九州大学築生キャンパス内遺跡に次いで三例目となる、ともえ型同期の異型も出土している。古墳時代の層からは三角円新獣鏡の出土など、 初期古墳の特徴を持つ中八幡古墳をはじめ、東光寺鶴木塚古墳、県塚北古墳などの前方公園墳が築造されており、那国の中心が春日丘陵に移った後も大規模な集落が残存したと考えられている。福岡市博多区板月にある縄文時代晩期から弥生時代後期の遺跡。弥生時代が主であるが、それに先立つ旧石器。 縄文時代や皇族する古墳中世の遺跡もある複合遺跡長らく都来人によって弥生時代に伝来したと考えられていた水悼栽培が縄文時代から行われていたことを示す最初の遺跡として全国に知られる福岡市博多区諸岡にある旧石器時代、縄文時代晩期、弥生時代前期末から中期、中世後半の複合遺跡釣り針屋会は 細型道剣を複装する亀冠墓などを、弥生時代の遺構、遺物が出土している。福岡市博多区金の熊にある弥生時代の亀缶馬解析。五宝羅星の会話と魔性石族を手に持つ人骨が検出されており、漁老民と農耕民という両面を持った人々の存在を明らかにしている。かす市にある弥生時代の遺跡で、 国内最古の道教伊賀が出土している。春日市岡本にある、弥生時代の遺跡で、墳糾墓、亀缶馬家、青銅器鋳造跡等を含む遺跡群。中川市にある遺跡で、八つ国王の住居があったと指摘されている。筑紫国と高間ヶ原神話、日向三大神話、宝が年を、2017年8月26日閲覧。ただし、 三国史の成立は三世紀末、五世紀に成立した五冠書に遥かに先行する。五冠書等遺伝に記されている罠国と義士和人伝に記されている名国が同一の国かどうかは確定していない。新帝義士和人伝、五冠書山都伝、僧女和国伝、随書和国伝中国製史日本伝、石原道広編薬岩並文コピー十九から五十四、北史和国伝原文。 ありがとうございます。